はい、こんにちは。お久しぶりです。無事にワナカから日本に帰ってきました。やっぱ日本が一番ですね。一番いい国だと思います。日本に生まれてよかったね。はい、ということでですね、まあ久しぶりの動画なんですけど、プレゼント企画ということでですね、佐賀アウターウェアのアジアマネージャーがプレゼント用にウェアを一着送ってくれたので、それをプレゼントに出します。じゃじゃん、こちらになります。ウィンタージャケットですね。この佐賀のロゴがこの胸についてて、右には佐賀の新しいロゴがついてる、まあ、2015-16 年シーズンのモデルなんですけど、新品で1回も使われてないものです。で、L サイズのジャケット、これを抽選で1名様にプレゼントします。 L サイズ着てみるとどんな感じなのかというと、僕が身長163センチで、はい、こんな感じです。後ろを見せるとこんな感じで、これはフードもついてますね。こんな感じです。この後ろのフードはですね、なんと取ることができるので、このファスナーで取ることができて、そうすると最近なんか流行ってる感じのジャケット、なんていうんだよこれ、フードがついてないジャケットに変わります。はい、だから普通に、まあ、街とかでも着れるジャケットですね。で、着丈が80だっけ、着丈80で、この幅が50で80っていう感じです。こちらを抽選で1名様にプレゼントしたいと思います。プレゼントの応募方法なんですけど、まずはチャンネル登録をしてください。で、チャンネル登録の後に動画にコメントをお願いします。はい、で、そのコメントに過去の動画で良かった企画、もしくはこれからやってもらいたい企画をコメントに残してください。この商品のメッセージのやり取りは YouTube のメッセージ機能を使ってやろうと思うので、メッセージは受け取れるようにしておいてください。お願いします。プレゼントの応募期限は10月の16日ですね、日曜日の23時59分59秒、10月の16日までです。それを超えちゃうと、そこがデッドラインなんで、それはすいません、ダメです。10月の16日までにコメントお願いします。1人だったらその人にもそのままプレゼントだし、まあ、欲しい人がいたらご応募をお願いします。というところでですね、ニュージーランドから戻ってきてもう1週間ぐらい経つんですけど、まあ、まだちょっとね、膝の具合はいい時と悪い時がこう波がある感じで、まあ、まだリハビリもしっかりやっていかなきゃいけないんですけど、リハビリをやってで練習をして、11月の末にはまたアメリカに練習大会に行くんで、それまでに、しっかりと準備をして頑張りたいと思います。それまでまた動画上げていくのでよろしくお願いします。 OK、 じゃあ今日この辺で終わりましょう。ありがとうございました。You fill up my lungs. And if my mind